国鉄多滝6900系貨車は、1958年から製作されたアクリルニトリル専用の30トン積貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席を承継している。合成繊維、合成樹種原料となる。 アクリルに取リル輸送用の貨車で、1958年12月26日から1965年9月16日に、かけて新三菱重工業、富士車用、日立製作所、日本車両製造で44両が製作された。他に1両が、多機5200型から改造編入されており、総在籍数は45両である。落成時の所有者は、 三菱化成工業、日東化学工業、住友化学商事、日本石油輸送、旭化成工業、住友化学工業の6社である。本形式の他にアクリルニトリルを専用種別とする形式は、ダ3800系、タム6900系、ダサ4600系の3形式があり、本形式はその中で最多量数形式であった。 当時の標準的な仕様であった多機3000型などの基本設計をもとに、有毒液体輸送用として、漏洩事故防止に対応する手術の装備を付加した構造を持つ。各地で積み荷の生産拠点加工拠点間の輸送に用いられたが、直後の原料需要減少で稼働率が低下し、1965年から一部の車両が各種体用途向きに改造された。 原料製造拠点の金傍地を常備駅とし、生産拠点から加工拠点までのアクリルニトリル輸送に使用された。主な常備駅には、黒崎駅、東水島駅、富士駅、新浜駅などがある。本形式の使用開始直後、原料需要の減退からアクリルニトリルの生産量が一時減少傾向に転じたことで、輸送需要も減少し、本形式の稼働率は悪化した。 これら余剰車を原子として、1965年から、多用途に転用するための改造が開始された。1970年までに、総数の1、3に達する15両が転用されている。1987年4月の JR 以降では13両が、JR 貨物に車席を承継された。同年度末時点で、本形式の所有者は、三菱化星日本石油輸送の2社である。 残存車の過半数を所有した三菱火星では同社水島事業所で生産したアクリルニトリル輸送日本形式を継続使用していたが1995年度中に全車が車席除外された。大用途への一時転用が主であった日本石油輸送所有者も同年度中に残存全車が車席除外され形式消滅している。 積載荷重30トンの有毒性爆発性液体、輸送用二軸ボギータンク貨車で、鉱材組み立ての大枠状に、ナオノブツツ型タンク体を搭載し、両端部を帯金で固定する。基本構造は、滝3000系、滝1500型に類似する。タンク上部中央に200及び空溶石確保用の円柱ドームを設けることも、同一の仕様であるが、本形式では、 積み荷の物性に鑑み、二役時の漏えいを防ぐ、主樹の安全装備が付加される。タンク帯は普通項を用いた 2050mm 系の磁気円筒形状で、タンク全長は 11600mm、自用積は37.5立方メートルである。板厚は、タンク両端の鏡タブが 12mm、他のタンク部位が 9mm である。専用種別表記は、 積み荷の関用名と異なるアクリルニトリル専用で1979年10月までに化成品分類番号を年読36の表記が追記された外部図色は黒色である二役方法は積み荷の毒性に鑑みタンク帯上部のドーム前後に設けた液で弁と空気弁とを用いる植え出し方式とされた荷卸し時には空気弁から窒素ガスを 収入加圧し、機体の圧力によって液で弁から排出させる。弁装置は衝撃による破損を防止するため、各々独立に設けた大型のプロテクタで防護される。プロテクタの形状は製作各社で異なり、箱型円柱形状である。台車は当時の国鉄貨車が汎用的に用いた3ピース構造の中高性側は台車 TR41C 型で、 台車側枠と一体成形された平ら軸受けの軸箱部、重ね板羽の枕羽は他の TR41 系台車と共通の仕様である。ブレーキ装置は一般的な自動空気ブレーキで制御弁と補助空気ためとの実装形態が異なる2種の仕様があり、これらを一体化した KC 型、独立別体化した KD 型のいずれかを装備する。制御弁自体は共通のもので、 国鉄貨車が汎用的に用いる計三道弁を装備する。積み荷の有無でブレーキ力を切り替える赤空切り替え機構は装備しない。補助ブレーキは車両端の大枠上部に回転ハンドル式の手ブレーキを設ける。最高速度は時速7 5トルである。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。 本形式の余剰車は改造の上で転用がなされた。以下に各形式を列記する。1967年4月7日に多岐6900型より一両の専用種別変更が行われ、形式名は新形式である多機4150型とされた。ベンゾールの比重はアクリルニトリルより重いため、積載荷重は33トン積とされた。 三菱化星工業が所有し、黒崎駅を常備駅として運用された。1987年4月の国鉄分割民営化時には、車席が JR 貨物に継承されたが、1989年10月27日に廃車となり、同時に形式消滅となった。35トン席化星相大駅専用車で、 1956年から1973年にかけて251両が製作された。うち、1968年から1970年にかけて、多機6900型から8両が改造され小、小滝14,298、小滝14,299、小滝24,234、小滝24,235、 小滝24,245小滝24,248となった。30トン石アセトン専用車で、1957年から1965年に、かけて10両が製作された。うち、1965年に、滝6,900型から2両が改造されとなった。30トン石ブチルアルデヒド専用車で、1968年2月29日に、 多岐6 9 0 0系3両が改造されとなった。1995年9月、3両同時に廃車となり形式消滅した。31トン積オクタノール専用車で、1968年2月6日に六千6911より改造された機1万1350となった。1995年9月に廃車となり、形式消滅した。ありがとうございます。